国道238号線を走行する、天北線のバス天北線は、宗谷バスが運行する長距離路線バス。2011年10月1日より、運行経路が変更となり、天北宗谷三崎線に変更された。本港では、鬼し別おといねっぷ間で並行し、旭川市まで運行される、都市間、バス、特急店北号。 天北総谷岬線への変更により設定された路線などの関連路線についても記述する。1989年5月1日に廃止された JR 北海道天北線の代替として開設された。利用者の減少が問題になっており、湧かないし、 宗谷郡猿普村、江差市郡浜頓別町、江差市郡中頓別町の沿線自治体やバス事業者などが参加する協議会があり、路線の維持へ向けた方策などが話し合われている。JR 天北線の廃止に伴う国からの約40億円のバス転換交付金をもとに基金を作り、運用益を運行経費に充てていた。また、 バス転換に難色を示していた沿線自治体に配慮し、最初の5年間は国が赤字を全額負担した。しかし低金利で基金の運用益は低迷し収支は悪化。1994年から基金の取り崩して赤字を補填している。また、地方自治体が住民に配布するために購入した回数券は、 輸送量への反映が認められていたため、沿線自治体は2000年から回数券を購入し、買い支えの形を取った。しかし実際には、購入代金だけを、宗谷バスに支払い、回数券の発券を受けてこなかった。2017年10月、会計検査院が国土交通省に回数券の発見すらされていないのは、 運輸実績として認められないと指摘し、改善を指示。回数券購入分が輸送量から除かれることとなった結果、輸送量が基準を満たさず、2019年10月に国の国庫補助金対象路線及び道の補助対象から外れ、大幅な減便を行うこととなった。沿線人口の減少等で利用客が減少し収益改善が見込めないことから、 2011年10月1日より、輪っか内を日別間で、観光客が見込め沿線人口が、廃線沿線に沿った、内陸部より多いおほうつく海沿いへの変更や、乗客減少に対する打開策の一環で2014年8月1日から9月30日まで、天北層や三崎線一往復を、名寄駅前まで延長する実証運行を実施した。 市長境となる中トン町とオトイネップ村の間は特に利用が少なく、中トン町以北からの利用者は、目的地が名寄など乗り継ぎを目的としていることが多い。こうした実態から中トンベツオトイネップ間のバス運行を廃止し、サルフツ村、浜トン町、中トン町オトイネップ駅に、JR 特急列車と接続する。 乗り合いタクシーを運行することが決定した。なお、おといネップ村より村民の利用が皆無であることから、天北線大隊輸送連絡調整協議会から、脱会の申し出があり承認された。2016年10月からの変更を予定していたが、その後の調査で住人乗り程度のジャンボタクシーでは、乗り切れない便を小型バスにするなど現状に沿った対応を行うと、 沿線自治体の負担額が、現行のバス路線維持より増えることが判明した。これを受けた、協議の結果、中トンベツオトイネップのバス路線廃止と、サルフツ村オトイネップ間の、JR 接続乗り合いタクシー運行の計画は、見送り、当面は、現行のバス路線を維持することが報じられた。その後に、2021年5月28日、稚内市、サルフツ村、 浜トンべ町、中トンべ町は、路線バスによる、現在の運行体系を2022年9月までと、し、10月以降は、新たな体系での運行を目指すことで合意した。稚内フツ間は、路線バスでの運行継続を検討しているものの、サルフツ浜トンべつ及び浜トンべつおといねっぷ間は、通学以外の利用が追達数人という区間もあり、 路線バス以外の体系も考えられるとしている。稚内駅前ターミナル、南駅前潮見五丁目小江戸井、増幌入口宗谷宗谷岬から、大岬崎小学校東浦浜、鬼西別局前、鬼西別ターミナル浜鬼西別、浜トン別ターミナル。浜トン別高校、中トン別ターミナル小トン別、つ、おといねターミナル、鬼西別接続便は、 オトイネップの時点で、輪っか内行を表示輪っか内駅前ターミナル、潮見五丁目、小西別ターミナル、浜トンベツターミナル、中トンベツターミナル、オトイネップターミナルで、乗車券を発売する。予約制。旭川と名寄での予約、発券は、道北バスで受け付ける。1991年4月1日の運行開始当初は、 特急江差シ号の別系統として運行されていた。鬼し別おといイネップ間は、天北宗谷岬崎線と同経路だが、停車停留所は限られる。2018年10月1日より、天北宗谷岬崎線原便により、おといネップ駅にて、旭川方面に接続する JR 北海道の特急サロ別2号への接続を、特急天北号が担うことになった。 天北宗谷岬崎線と特急天北号の一部便は、オトイネップにて、特急エサシ号と接続し乗り換えが可能。鬼市別、浜頓別、中頓別、札幌間に直通便はないが、往復割引など各種運賃が設定される。天北宗谷岬崎線への変更により、系統の統廃合や新設が行われている。 変更前まで走行していた曲がりぶち小石間に、代替交通機関は設定されていない。稚内地域の代替路線。小江戸今までは、天北総谷岬線と、同経路で、小江戸井から旧、天根北線と、同じく空港入り口、恵北、カバ、岡沼川を経由し曲がりぶちまで運行。3往復設定された。しかし、 利用者の減少や補助金の打ち切りなどの理由により、2020年3月31日の運行をもって廃止。鬼し別ターミナルとサルフツ村営バス、宗谷バスは1953年より、輪っか内鬼し別鬼し別地雷別など、サルフツ村内に路線を開設したが、過疎化などの影響により、赤字が顕著となり、1970年に、 浜、鬼しべつ、フツ間の運行を停止。さらに1974年3月31日をもって、鬼しべつ、チュライベツ、下島の運行も停止した。村では、代替路線として、同年4月1日より、鬼しべつ、チュライベツ間に、宗谷館内発の廃止代替バスの運行を開始。26人乗りのマイクロバスで3往復が、設定された一部の便は、 わっかない東浦地区まで運行されていたが、天北宗谷岬崎線と完全に重複することから、同日付けで廃止となった。特急天北号接続として運行されていた予約便は、福祉ハイヤーが代替となっている。天北宗谷岬崎線への変更により、バス路線がなくなった小石を西別館は、デマンドバスを運行する。小石、曲がり淵、沼川間は、 小石地区住民の母産利用に限り福祉タクシーを運行する。稚内駅前ターミナルから大岬小学校までの系統。天北宗谷岬線に統合されている。小江戸井沼川間で北海道道1119号稚内豊富線へ入り増幌、上小江戸井地区を経由。2010年10月1日より稚内市による恵北。 増幌地区乗り合いタクシーが運行される。休止時点で、輪っか内曲がり淵一往復、鬼市別始発輪っか内行一本が設定されていた。ありがとうございます。